ちょうどですね、正門の石垣はよそのようにこういう作りになっているので、自然にこう崩れるというんですか、あの石は全て観音に対する石で、この石を積み上げて正門が作られておりますが、正門も非常に打ちできまして、美しく今度再建をしていただきました、私の代になりましてから本堂の屋根から裏から、それから鐘楼の改築からね、それからここ茶寮にしてるんですが、この茶寮、それから渡り廊下、書院も改築をしてるんです。もう私一代で中高さん、先ほど申し上げた中高さんがやられたやつを全部修繕と改築をしていただいて、本当にうちの檀家さんは数が少ないんですけどね、本当にもうたくさん素材を積み上げていただいて、本当にいろんなものに改修、それから改築をやっていただきました。本当にありがたいことだなと思っております。そのまず一つ目の鐘楼は、いい城の鐘と、これからいい城神社を出たんでね、そのいい城神社にあった鐘付き堂と鐘をここへ移築したんです。で、その鐘だけが今そのまま残っていますし、毎日毎朝晩ですね、叩いているわけですけども、ちょっとひびが入っているというふうに言われてるんですが、まあ未だにいい響きをしているように私は思いますけども、なぜ今までこの鐘が残っているかといいますと、戦時中に全部鉄砲の弾になるものは回収されましたですね。その時にこの鐘は除外されています。その時の除外申請が皆さんにお配りをしたところの、このカタカナで書いてあります門山金城寺梵鐘の由緒と書かれてあるものであります。これも残していただくために、ずいぶんいろんな方々のご苦労を忍ばさせてもらっているというところであります。それから、藩章がございますが、今ここに写っている藩章は、もう今は見えませんけども、その言葉になるんですけどもね、新しい藩章でございます。もう一応戦争戦後のものでありますから、それが時はのね、役場、昔は役場って言いましたけど、その役場のとこに皆それぞれ火の宮浦がありましたですね。その火の宮浦に上がっていたんですね。その小さな鐘の半鐘も全部一旦回収されたんですね。で、その市役所のところで全部叩かれたそうです。その中で最も響きがいいというので残されて、日の宮浦にたまたま挙げられたんですね。それがもう最近は日の宮浦はもう不要になりましたので、もう何年になりますかね、20年近くのこだ、日の宮浦はもう取り壊された時に下ろされたら門山金城寺と書かれてあったんですね。そんなことで半生までこのお寺に戻っていただいた、大金と小さい金まで戻って残っているというのは、まずないだろうというふうに思っております。
ますけども、まあそんなことでもし、ご趣味でしたら後ろにきちっと置いてありますので後でご覧いただいたらと思いますが、ちょっとこの暗証も朝鮮風と和風と、一緒くたにしたようなね文様で非常に珍しい。これもそればっかり研究している方がおいでになりましてね、これはね滋賀県でも数少ないですわというとね関心をされておりました。それから時間大丈夫、それからあとですね、今度お帰りになるとき ここ表門に出ていただいて高平の右手に見えます門があります。その門も実は観音寺は全部ここずっと周囲に藪だったそうですね。そして北門、南門、西門、東門っていうなんか門が全部あったそうです。で、すごい勝手に入ることができなかった。で、その北門にあったやつをこちらへ移築されて、それを本庄寺の裏門として使わせてもらっています。南門もね、残っておったんですが、もう皆取り壊されました。もったいない、惜しいなと思って、私は後で悔やんで話をしてたんですけどね、まあ、もう残ってるのはこの北門だけです。これももうかなり崩れきましたので、私は屋根をできるだけ古い瓦を使いながら修復して、足元の枝をちょっとこう切って、大きな石をかまして、残して大事にしておりますけども、もう金なんかはかなり進んでおります。まあ、帰りにちょっと拝見していただければこのように思います。あと、今のまあしたものもあるんですが、五海山聖人の護衛殿というのが五福ありますけども、高音とのときに一番左の四間と言いますけども、後に五福、親鸞聖人のご一生のやつをね、絵図にしたやつを描けるんですが、その絵図がしてあるのも、観音寺の偉い方がご本尊に本庄寺がこのようなことを護衛殿をご所望であるよってなんとかならないかというね達書をお書きくださって、それから観音寺経由でうちの本庄に来ています。全て手書きで書かれてますよね。まだまだもう見事な色で、全く朽ちることなく、綺麗なものでありますが、それをお見せするといいのですが、ちょっと奥から出してこなければなりませんので、かなり大きな、このぐらいの箱で、このぐらいの幅のものですのでね、ちょっと皆さんにお見せすることができないのは、ちょっと残念ですけども、どうしてもとおっしゃれば、一服だけ脱いできてもいいですけども、まあ、そんなことで、まあ、ざっとした概略しかお話をさせてもらえませんでしたけども、要するに観音寺と金剛寺とのご縁というのは非常に深いものがある。それから観音寺さんのものは大きな金、それからご本尊というふうに非常に重要なものがうちに来ているというふうな環境で、不思議なようなことでもありますけども、他の神社行きますと家紋みたいのがありますね。で、うちの地紋は観音寺の門と全く一緒です。三つ森花菱立候というね、
それも同じで、若宮さんも光龍さんも皆同じものになっているはずです。まあ、そのこともちょっと知っておいていただければというふうに思いますね。何か私で分かる範囲でお答えが出ていることがあればお答えいたしますけれども、何かご覧になります。何かご質問があったら受けてください。何かいいですか。